時にスタートいたしました。ここ福岡で久留米の魅力をたっぷりと体感していただけるイベント、久留米フェスティバル in 天神2019、各ブースを楽しんでいただきながらステージでは素晴らしいライブを皆様にお届けいたしておりますが、お待たせいたしました。福岡佐賀を拠点としてワールドワイドに活動なさっておりますアステリズムの3人にご登場いただきましょう。もうね、私が紹介しなくてもファンの方ご存知かもしれませんけれども、改めて申し上げますと3ピースヘビーメタルインストバンドになります。アステリズムの魅力はですね、たくさんあると思いますけれども、なんといっても平均年齢がまだ18歳いっておりません。その若い外見からは想像もできないような超絶技巧を駆使して、そして音楽への熱い思いがほとばしる、その圧巻のステージにあるのではないでしょうか。先ほども伺いましたが、この間も韓国のフェスに参加されたりと、ご自分たちで SNS で全世界に向けてライブ配信を行ったりコンテンツを発信していますので、彼らのライブには海外からもファンが駆けつけるという、そんなステージです。さあ、それではアステリズムの3人のステージ、どうぞ最後までお楽しみください。
ありがとうございます。改めまして、こんにちは、ステージ上です。今日は、久留米フェスティバル in 天神ということで、皆さんここに集まってくれてありがとうございます。このイベントは私の地元の、久留米の魅力がたっぷりと詰まったすごい楽しいイベントになってますので、皆さんぜひ、美味しいものとかいっぱい食べて最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。それではここからさらに盛り上げていきます。次の曲聴いてください。フルスロットル。
失礼しました。ありがとうございます。アステリウムの次の曲で最後の曲になります。ありがとうございます。クルフェス、この後も最後まで楽しんでいってもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それでは最後1曲演奏して終わりたいと思います。またライブでお会いしましょう。今日はありがとうございました。ロックフェスティバルにも出演し、今世界中から
注目を集めている3人です。せっかくなので、久留米ふるさと大使でもありますはるかさんにもお話を伺っていきましょう。はるかさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか？ファンの皆さんの熱い声援聞こえてましたよね。はい、もちろんすごい楽しく演奏できました。ありがとうございました。ありがとうございます。可愛いからもうちょっと前で見てもらいましょう。はい、2年前かな、この同じ場所で久留米フェスティバルを行った時のこと覚えていらっしゃいますか？覚えてます。はい、その時はちょうどメジャーデビューをしましたっていうくらいじゃなかったんだ。そうでした。はい、はい、でなんか大事な記念日もありましたよね。誕生日ですか？誕生日だったんですよ、はるかさんの。2年前は11月くらいにやりましたもんね。その時にプレゼント覚えてます？ケーキをやりました。ここでね、ケーキをやって皆さんとお祝いしたんですけど、それからもう2年ちょっと経ちました。はい、今は例えば今年だったらどんなところに海外のロックフェスティバル出演されたんですか？今年だと、中国とアメリカと韓国で、フェス出させていただきます。その時の皆さんの反応どうでしょうか？すごいなんか音楽っていうのはなんか国境を越えてもなんかこう人と人をつながらせる力があるんだなってすごい思えるぐらいにみんなめっちゃ盛り上がってくれました。そうですか。世界もね経験しているはるかさんですけど、そのはるかさんのふるさと久留米、たびたび帰れてますか？はい、もちろんずっと住んでます。そうか、久留米だって福岡佐賀を拠点にだからね。やっぱりでも世界に行くとさっき上田真理恵さんにも聞いたんですけど、なんか懐かしいものが食べたくなったりしません？ラーメンとかうどんとか、そうらへんが食べたくなります、だから今日はせっかくこの天神で久留米を味わっていただけるイベントなので、3人もよかったらなんか美味しいもの食べていく時間ありますか？あると思います。はい、じゃあしっかりね、美味しいものをまたエネルギーに変えて皆さんにパワフルな演奏を聴かせていただきたいと思いますが、いろんなところで久留米ってどんなところって聞かれると思います。はるかさんはどんな風に答えてますか？やっぱり食べ物が美味しいところじゃないかな。そしてね、アステリズムみたいに音楽の才能にあふれた人もいっぱいいますもんね。ぜひこれからも頑張ってくださいね。はい、そして今日ちょっと大事なお知らせがあって、 CD の即売をやるんでしょ？やります。ちょっとね、取材が入っておりますので、そのインタビューが終わった後3人も行ってくれるんでしょうか？行きます。サインもさせていただきますので、ぜひ並んでください。よろしくお願いいたします。アステリズム代表してはるかさんにお話を伺いました。大きな拍手をお願いします。こんなね、華奢な体からあんなパワフルな音楽を紡ぎ出すって素晴らしいと思います。この後ちょっと収録をさせていただいて、それで、こちらの方に移動してまた即売も行う。